森山悟は、日本の牧師、伝道者、日本イエス・キリスト教団顧問。中田宇ごと共に、小木久保栄光協会を創設した。再臨隊暴動司会東京大会実行委員長、日本ケズイックコンベンション財務委員、日韓新前線協協力会会長、ビリー・グラハム国際大会財務委員長などを、歴任した。1908年2月14日、 福島県山郡塩川町下東田において、父高7、母一の長男として生まれる。幼い時より、生徒は何か、死とは何か、なぜ男と女とがあるのかを問う少年だったという。1926年福島県立農林学校に、入学後、極度のノイローゼに取り憑かれ、線路に飛び込みする寸前に、劇的な会心を経験する。突然、己をして、 斧が十字架を置いて、我に従え、という、聖書の言葉を思い出したという。1928年、幸夫人と結婚しかし、長女と次男は、幼少時に死亡1937年7月月刊誌、待望を発刊。1937年8月奥万代のヒバルコで、三巻関太郎牧師より洗礼を受ける。ヒバルコ1941年12月月刊誌。 待望に非戦論を掲載したため、待望は発禁処分。戦中戦後通して、日本全国で、精力的な巡回伝道活動を行う。1951年7月日本、イエス・キリスト教団創立に参加、同時にアンシュレを受け待望教会の牧師となる。1958年4月駒込に、日本イエス・キリスト教団東京教会を設立。 中田茂春、うご親子1960年、中田うごと出会い、小木くぼ公共開設立。1966年より、異教問題に取り組む。1979年、森川の教会にて、脱会説得をしていた、統一教会信者を、東京都東久留米市の久留米が、岡病院に移送し医療保護入院させた。1980年、東京高等裁判所。 クルメが、岡病院に、医療保護入院させられていた、統一協会信者が、統一協会側からすれば不当な人身拘束に、あっており釈放する、う異議申し立て。第1号。洗脳との戦いであっただけの話。1991年日本福音振興会より、福音選挙への功績が認められ、第1回日本福音厚労省の表彰を受けた。小島伊スケ。 鈴木留蔵ゾーラも同時に表彰を受けた。1996年7月22日沈下性肺炎で死去。88歳と5ヶ月だった。ありがとうございます。